改めてですね、はい、あの公示日を迎えたわけですけれども、この選挙戦どのようにあの戦っていくか意気込みをお願いします。一言言いまして、あの国民の声を聞かない、自公政治を続けるのか、それとも国民の声が生きる、新しい政権を野党共闘の力で作るのか、政権選択の選挙だ。そして、まあ、それを前に進める上でも日本共産党の躍進が鍵だということを訴えていきたいと思います。何かあれば、まあ、喋った通りですですか。あ、すいません、朝日新聞の小山です。委員長としても何度も総選挙戦われていると思うんですけど、改めてこの総選挙前のこの今のお気持ち、率直なところって、あの全く私自身にとってもこういう選挙は初めてなんですね。で、大体あの日本共産党は、独自の立場で戦うってことがずっとやってきましたから、で本格的な共闘で選挙を戦うのは私にとっては全く初めてですから、大いにやりがいがあるし必ず勝ちたいと考えています。はい、あのこの共闘体制について、まあ、これまでも、あのもう選挙を始めてらっしゃいますけれども、反応と手応えっていかがですか。あのとっても温かいですね。でこれは世論調査を見ましても、やっぱり野党の一本化を評価すると、読売新聞さんの確か調査でも5割超えてますよね。それからやはり野党に議席を伸ばしてほしいと、昨日の NHK さんの調査でもそっちが多いですよね。ですからやはり今の政治変えたいという思いが国民の中に広がっていると思うんで、そういう思いを受け止めることができれば大いに情勢変えられると思っております。あと嬉しいか。はい、どうも、どうもありがとうございました。